来ております。長野県の温泉初めてです。あ、ここのホテル大きい。で、前回は長野県の観光かな、蓼科湖とか行ったり、車がね、ブレーキじゃない、エンジンランプがついたり、ちょっとね、怖い思いをしてからの今からホテルに向かう段階でございますね。また初めて行く、結構ね、大型のホテルなんで楽しみでしょうがないです。そして車よ、持ってくれ。でい、着きましたね。いやー、大きいですね。この辺のホテルにしてはかなり大きい。雰囲気がまたいいわ。これはどうなんでしょうか。じゃあチェックインしてみます。駐車場がかなり広いですね。そして渓流の音が聞こえます。今日は一番お安い部屋を取ったので、まあ運良ければグレードアップしてくれるんじゃないかなっていう狙いで取りましたけど、果たしてその辺はどうなんでしょうね。お願いします。チェックインしてお部屋着きました。すごいいい部屋でしょ。すごい綺麗。まあグレードアップはね、無料ではなかったんですけど、提案をいただいたのでしました。いやー残念でしたね、そこはね。結構他のホテルとかで無料グレードアップしてくれることが多かったんでかけてみましたけど、けど綺麗。こっちはいいか、使わないか。綺麗ですよ。もともとの部屋は逆に見てみたいですけどね。今これはすごい。景色、はい、今ゆっくりしてます。昨日のホテルが昨日のホテルで、部屋も広かったんで、さすがにね、温泉に来て、もともと取ってた部屋が9平米とかの部屋なんですよ。ビジネスホテルと変わらないぐらいのお部屋だったんで、さすがにね、アップグレードしてよかったと思いますね、これは。では今からホテル散策か温泉行くか何かしらします。景色はほんといい、すごい気持ちいい。ではせっかく広いホテルなので、館内を歩きます。はい、こちらが3階の温泉にぎわい通りですね。先ほどいたのが2階のロビーなんで、ちょっと歩いてみますか。卓球がありますね。卓球があってカラオケもある。カラオケできるんだ。できますね。カラオケがあって、ちょうど人がいないから取りやすい自販機が。あ、綺麗綺麗。あ、カラオケか。カラオケですね。で、ゲーセン。あ、やってますね。人がいますね。ちょっと取れないな。これはちょっと遊びたいな。遊びたいですね。で、イベントスペース見晴らし。あ、イベントがここで行われるのか。イベントスペースがあって、こっちがキッズスペースかと、渓流露天風呂なので、この先はやめときますかね、というような感じです。渓流がありますね。行きたいな。水車もありますね。そしてあそこに休めるスペースあるんで、下から行けるのかな。行けたら行ってみます。こちらが2階のロビーですね。お土産屋さんが大きい。そして暖炉かな、これは。こちらがカフェラウンジですね。今は休止中みたいですよね。外出れなかったですね、残念ながら。出なかったんだけど、
さっきの2階から見たところですね。こっちは宴会会場？料亭街？料亭があるの？すごっ。これやってるの？あ、終点だ。すごい雰囲気。結構広いですね。あ、こっちはリバーフロントテラスだ。いいお部屋ですね。プラスエルバージュ、レストラン会場だ。楽しみ。はい、部屋に戻ってきました。広くて驚きましたね。ただあの一点、今ねちょっとあんまり言いたくないんですけど、不愉快なことがありまして、わからないことがあったんで、あのフロントに行って聞きに行ったんですけど、明らかにお客さんが並んでる様子もなかったので、あの普通にフロントに行ったら、ただいま対応中ですと強気に断ってきた若い女性のフロントの方と、その後に対応してくれたおじさんの、対応の仕方はね、非常に残念でした。これは本当に残念でした。それだけはねお伝えしておきたいなと思いました。ではこの後は気分転換に温泉に行ってきます。温泉入ってきました。温泉すごくいいですね。露天風呂、渓流露天風呂で、本当に渓流沿いにあって、あれは良かったわ。サウナもありましたしね。夜入りに行くのが楽しみです。また、この後はいよいよディナーでございます。バイキングでございます。行ってきまーす。混み合ってて、もう料理取るのが大変でしたね。とりあえずなんとか取ったやつを今から食べて、人が少なくなってからゆっくり食べようかなっていう感じではありますね。ではいただきます。やっと少しずつ落ち着いてきましたね。取りやすくなりました。たくさん食える人が羨ましいよ、本当。ラストデザート、食後のゲーセンに来ました。結構ね、にぎわってますね。エアホッケー専用の部屋がありますね。部屋戻ってきました。ごちそうさまでした。本当にバイキングすごかった。美味しかった。今まで行った旅館とかホテルのバイキングも美味しかったところ多かったですけど、さらにね、このコスパから考えたら一番美味しかったかもしれない。料理の種類も多くて、本当にねたくさん食べれる人羨ましい。何回も言いますよ、これは本当に羨ましい。では今まだねお腹いっぱいなんで、少しゆっくりして遅めに温泉行こうかなと思います。結構混んでると思うんですよね。酒も飲めなかったしな。おお、豆乳豆乳。スープの水分にヘルシーな豆乳。
温泉行ってきました。あのね、本当に気持ちよかった。本当ここの温泉いいですよ。夜でライトアップされてて、でもっと寒かったらね、もっと気持ちよかったかもしれないですけど、こう静かになった、なんだろう、館内、ホテル館内とね、卓球をしてる家族で、子供がまだ小さいんですけどね、こういう時だけ夜更かしできるっていうようなね、みんな笑顔、そのね笑顔もね忘れられなかったですわ。というわけで、あとは晩酌ですね。お酒を飲んで寝ます。さあ終わっちゃうのかこの時間が。おはようございます、朝です。二日酔いだ。朝食ですね、朝食、朝食バイキング行ってきます。いい天気。朝食です。朝食も種類が多い。そしてね、まだ時間帯的にまた大激戦ですね、大混戦、全然取れなかった。2周目、もう結構お腹いっぱいですね。ラスト、デザートですね。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。苦しい。レイトチェックアウトなのでゆっくり帰る準備をします。もうほんと名残惜しい、帰りたくない。少し寝てしまいました。気持ちよかった。ではチェックアウトします。チェックアウトしました。終わってしまった、ついに。いや、今回はね、料理、温泉すごく良かったです。ほんと良かった。立品温泉初めて来ましたけどね、今ドライブしてるんですが、いい雰囲気ですよ。観光に来たっていう感じします。白樺湖方面、白樺湖行こうかな。ではこの後は少しね、この周りを観光してゆっくり、帰ろうかなと思います。またこういう旅がゆっくりできることを願って、動画をねまったり撮っていく予定でございます。ではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回の旅でお会いしましょう。